これはジャムを作るのに公的なイチゴ苗だというので、前に購入したのでここに一株掘り上げてきて、ランナー取りをするために中央に植え付けたんですね。そしてここにちょっと溝、こう溝を作ったんですが、そこに小松菜の種子を巻いたところです。これから覆土するんですが、これは円形に破種しておきました。それからですね、口径30センチメートルの不織布ポットに土を入れたら、まあ、筋をこう縦にですね、縦に作っていって、まあ、これはアイスを食べたバーにタイトルを書いておいたんですが、こう筋を作ってそこに破種していってもいいんですね。こちらはですね、円形に外から巻いて内側に巻いてと、そういうふうに仕掛けることもできますね。まあ、ラベルですが、これは静岡県の浜名農園さんが販売している種で、ここにですね、よく見えないかと思いますが、無種子や無消毒種子、無消毒種子と書いてあるんですね。まあ、できればこの手の種をですね、入手して自家採取に持っていくのが望ましいですね。あとは筋巻き、ここにしたらですね、まあ、パラ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 と巻いていって、あと覆土をすればいいだけですね。ちょっとこれここに置いたままにして、左利きじゃないんですが、左手でして、右手で iPod で撮影しますので、こんな風に縦にですね、筋に沿って巻いていくということですね。親指と人差し指とかでこうねじるようにしてですね、巻いていきますね。適当に巻いていって、あと間引きしたり移植しますから、あと大きくなったものは残していけばいいわけですね。そうして覆土すれば、口径30センチメートルとか35センチメートルの小さな畑ですね。これを今は大衆柿の苗木の周囲で行っていますが、まあ自分の畑にあるそら豆とかマーシュの苗とかですね、あとレタス2種類の苗とか植え付けることもできますし、一つ一つのポットが小さな畑だと思えばいいんですね。それを自分でレイアウトしていったらいいわけです。なんか一本果樹の周りとか、バナナの周りですね、まあ冬枯れ状態ですが、バナナの周りに野菜を仕掛けていくのはリーチングのことを考えますと望ましいことですね。あとこのポットはですね、場所を移したいときにはどこにでも持って行って、空いたところに他の不織布ポットを持ってきたり、それから何か地植えしたいときには一つ開けておいてそこに地植えするというふうにもできますよね。あれこれ工夫してみると面白いと思いますね。